みんなおはよう。もうラフトの最後の動画来ましたね。で、最後の島に行く前にちょっとラフト改造したいと言ってたんだから、見せるね。改造しました。あれ全部なくなった。そうだよ、サメとかに食われたりするから全部2階にした。ラフトで1階はこの回収だけ、回収だけにして、で2階はこれ、これです。全然未完成なんだけど、ここはゴールドタワー、もう何もないんやけど、ゴールドタワーがあって、これはなんだっけ、レーダー、これはホね、まあ見ればわかるけど、でここに階段とかがあってね。ゴートの部屋はまだ1階なんだけど、1階でここ来たら動物が楽しくやってるミク。でここに水、ほらここでも取れる水でこれキッチン、でここはなんかガーデン、庭もう管理大変だったからやめた。ここだけ料理に使う野菜とか植えるだけで、ここはね、溶かすとこ、物を溶かすとこで、この辺に他のもっとすごいの作りたいけど、これからこのゲームあんま何も出てこないのならさ、あんまそこまで改造、船の改造する気にならない俺。よし、野郎ども、次の島へ向かうぞ。あっちの方向だな。棒を下ろせ。ここ回して、行こう行こう。ハンモック作った、ハンモック。おお、こんな感じか。どうしよう、おお、ハンモックもできたよ。よし、行くぞ。ひろりー、えい、えい、えい。島早く来ないかな。来た。来たで。それだ。ややこしい鳥いるかな。スクリーチャー。できた、できた。傷を読めないけど、まあ傷を回復します。便利だね。島を探検しに行くぞ。えいえい。クリーチャーはいるかな。ジュイが最初に来た島やな、これは。いる。いるやな。イノシシもいるかな。ミクの友達。
あ、来た。来たね。やられた。えい。あ、やんなか。あれが手に入った。イス。おいとこ。頭もいらんな。よし、イノシシ倒しました。あの鳥倒したいな。スクリーチャー出てこい。スクリーチャー、俺はここにいるぞ。かかってこい。やっぱさい、お、ヤギ。ヤギがいた。最初に来た島じゃん、これ。お、来た来た来た。こっから当たるかな。当たらないな。えい、余裕倒したね。頭はもういらん。えい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 、ゴールドの処理。お、餌全部なくなってるな、みんな。ごめんね、大変だったな。よし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 。まあ、スクリーチャーを倒したし、これから島の探検やるんだけど、前回と同じ島だからね、これ。そんな新しいものはないと思うんだけど。大した、違うものはあんまり手に入らないね。ヤギいる。こんなとこか。もうこれ以上このゲームないのかな。手に入るもの全部手に入ったし、なんかないのかな。これで終わりか。ラフト終わりか。もう前の島と全く同じだし、やっぱアップデートが来ないか、アップデートが来ない限りはもうやらないな。ラフトの改造ぼちぼち楽しかったけど、これからなんか新しい冒険とかなければラフトの改造する気にならん。これちょっと飛び降りてみたいよね。えい、おお、すごい。金属ある。お、フグがいる。フグ、でもフグなんか爆発成功な手に入れて、これ以上動物捕まえてどうするって感じやなね。これで終わりか。みんな、
ミク、ミクとアンナ、楽しかったね。ありがとう。楽しかった。夜になったし、これで終わりにするか。飲んで、外でこのハンモックで気持ちよく。おやすみ。そしてこのゲーム、バイバイ。みんなちょっと考えたんだけど、ラフトっていうゲームに大きいアップデート来るとしたら何が欲しいんだろうなとちょっと考えたんだけど、やっぱ自分はさ、もっと危険を感じる大冒険が欲しい。なんかラフトっていうゲームは楽しくラフト改造して作り上げるようなゲームなんだけど、自分はもうちょっと冒険が欲しくて、でアップデートするなら、こんな感じ、ちょっとここで図を作るんだけどアップデートするんだったらこんな感じのがいい。ある時に島などとかなんか無人ラフトにこれが見つかって、地図が見つかる。で、この地図たどり着けば、この地図示してるとこに行けば、何かがある。すごいいろんなと、すごくたくさんの新しいものが手に入る大陸か、他のラフトに生きてる人たちのコミュニティがあって、そこに行けば買い取りができるお金というのもあって、物買ったりとか、捕まえた動物売ったりできるとか、自分で手に入らないものを買ったりできるコミュニティとか、なんか行きたいところがある。で、この地図には、ここに行けば、いいとこありますよ、みたいな地図が見つかる。でも、そこ行くために、こういうめっちゃ大きい大陸がある。で、この間をラフトで通らなくちゃいけない。こっちは大陸ね。ここ通らなくちゃいけない。で、向こう着いたら、何かいいものがある。なんだけど、ここはとても危険な川。この大陸と大陸の間で。で、これ全部崖になって、ラフトから降りることができない。で、ここから何かを、まあ、わからんけど、何かの攻撃が来る。ここを通っていくと。これ川ね。だから、地図にも、ここを通っていけばいいものはあるんだけど、通るときはすごく危険で、何かに襲われるから、ラフトをこんな感じに強化しなくちゃいけない。これほどの武器を用意しなくちゃいけない。これぐらい の食料も手に入れないから、これほどの食料を集めなくちゃいけない。なんか、地図にそういうのもあって、それだったらめっちゃ楽しいやなと思って、頑張って武器、なんか、ラフト、この川を耐えられるために、ラフトを強く作って、材料、魚とか肉とか、野菜とか何でも集めて、ご飯がなくならないように、そして武器とか、道具とかたくさん用意して、それから全部揃ったら、この地図の記してるところに来て、ここを通っていく。で、これが冒険になって、通ったら、いろんなたくさん手に入る大陸か、他の生き残ったラフトの上の人たちがいて、そこで、物買ったりできる。で、このコミュニティにたどり着いたら、また他の海に流れていけるけど、また、レーダーとかなんか地図で、ここにたまに、戻ってきて、
捕まえて動物とか野菜とか何か売ったりできるから、それでお金が手に入って自分で集めるのがダーリーというものを買ったりもできるし、それだったらなんか結構面白くなるんかなと思ったんだけど、こういうアップデートは来ないんじゃないかとも思った。あ、やっぱラフトはなんか楽しくラフト作り上げるだけのゲームだからね。でもこんな感じだったら絶対やりたい。でもまあとりあえずアップデート来るかどうかちょっと待つしかないですね。まあ、ラフトサバイバルシリーズでした。見てくれた人たち本当にありがとうございます。じゃあねー。